アメリカ合衆国国防大学は国防総合大学内の学校である。国防大学の文章ワシントン DC のフォートレズリー・ D、J. マクネアに立つローズベルトホール内に設置されている。陸海軍幕僚大学を発展的に解消して1946年7月1日に正式に設立された。本学はジェームズ・フォレスタルが熱心に取り組んだ主題の一つであった。 レナード・ティー・ジェロー中将によると、本学の関心は、大規模な戦略とその戦略の実行に必要な国家資源の活用とに向けられている、本学の卒業生は、平時と戦時等を問わず、国内政策及び対外政策の策定に大きな影響を及ぼすであろう。最高位に昇進するであろう、中級、上級将校が選抜され、交換や指揮官となる日に備えるべく同行で学ぶ。 全学生の約75%は陸海空軍から平等に選ばれる。残る25%は国務省その他の省庁出身者からなる。さらに多数の国々から学生が集まっている。国防大学の卒業生には現役または過去の召喚や大使が多数いる。著名な卒業生としては以下のような人物がいる。ローズベルトホールは ボザール様式の建造物で国防大学が1946年の創立以来入居している。ニューヨークの設計会社マキム・ミード・ホワイトが設計し、現在国定歴史建造物に指定されるとともに国家歴史登録財に登録されている。ありがとうございます。